疲れ様でした。お疲れ様でした。でした今日は奈良さんがいないということで。いや、三浦さんがいない。どうでしたか。真ん中緊張しますね。だろうね。はい。と思う。なんかどっちにもこう首振って、なんかあのやっぱ時間内にね、うんうん、ちゃんと締められるかとか、うんうん、まあいつもとやる役割が違うんで手順を忘れないかとか、うん、結構緊張しましたけど、うん、お二人に助けていただいて。なんとかなりました。本当にありがとうございます。思ったのかなとか。なんかあのね、一回この立ち位置、はい、真ん中ではなかったんだ。そう、まだあの4人で、夏子さんがいて4人のこの辺にいたの。ああ、で回してた時か、うん。あの時はね、なんかガチガチで。ロボットかと思う。おはようございます。何月何日のスパイス始まりましたみたいな、なんか実況みたいなのが始まりましたみたいな。うこっちもピッ、そう、言わなきゃいかんことちゃんと言わないとって、ハキハキ喋ってたけど、今日はなんか、ね、強かったんですけど、その時よりは楽しくあの肩の力抜いてできた気がします。でもさ、今日あの奈良尾さんがお休みということで、うん、あのキラリのコーナー。奈良尾さんがリポートされてたけど、はいはい、いらっしゃらないから私が代わりにそのコーナー担当して、うん、まあ、前日に奈良尾さんにどういうことを、うん、なんかこう伝えたいこと何かありますかっていうのを聞いたわけですね、うん、でそれで結構あったし、でも尺も少ないから限られた時間の中でなるべくこの行った方の声を届けたいと思って事前に言ったのに、なんかね、VTR 開けてから、で私がマシンガントークで行くからって言ったのに、いや本当に様々なメニューが向かっちゃって、本当に愛されているんだなと思いましたね。この位置の人はちゃんと VTR 受けないといけないと僕は思ったんです。それがさ、すっごい長かったの。ごめんなさい。一番長かったですよね。一番長かったよね。私、奈良尾さんの思いをこう伝えたくていっぱい書いてたのにさ、もう一人でなんか1店舗分ぐらいの尺使って。じゃあ一応1分にしましたよ、確か。長かったよ、1分が。長かったよね、はい、って思って、あれ、私言ったのになと思って、でも MC だからって、もうどんどんね。ちょっと張り切っちゃいました。まあ、回数重ねて、よくしていきましょうよ。はい。その言葉はそのまま三浦さんに返すんですが、その回数重ねてよくしていきましょうよって。なんかそう、前回のどうしたの前回の三浦さんのその MC した時、本当ガチガチだなって今日すごい心配してたんですよ。ね、先輩は相当に心配されるようじゃん。もう僕も本当にまだまだです ね。すごい心配されてる。いや、どうしようと思って、そのリハーサルの時に5月20日土曜日のスパイス始まりましたとか言ってるから、なんか出始めの芸人かよって思って、そう、大丈夫始まりましたとか言ってたんで、え、大丈夫かな、こんなんでと思って、こんなんでとか言っちゃって、大丈夫かなってすごい心配してたんですね。すごいディスられてるけど大丈夫。いいでしょうね。始まりました。そう、私は三浦くんが今日美羽ちゃんがすごい明るいなと思って、私はいいなって思ったんだけど、まさか横でそんな風に思ってると思う。こんなんでとか言われて、ね、なんでそれグルになるんですか。グル。はい、でそう、すごい心配してたんですけど、まあ、なんとか生放送を終えて。いや、それは私の感想だよ。なんでであなたが言うことじゃない。立ち位置がもう分かんなくて、もう三浦さんには成長してほしいって思いました。どうなの。はい、まだまだ成長が必要なんですけども。でそんな成長してほしい三浦さんがね、来週の特集には出てくるんですよね。いや、そうですね、私と颯太さんで今注目の出雲市多気町エリアを満喫してきたんですけども、よかったですよね。贅沢なひとときを過ごしました。また脱がせてもらいまして。そう、また脱いでました。岡村さんがワクワクしてしてないわ。もうね、三浦君のこのどうせあれでしょ、また脱ぐって聞いてパンプアップしてきたんでしょ、多分。直前にね、腕立て伏せをして胸筋をパンプアップしてさせてもらいました。その三浦くんの肉体美にもご注目ください。はい、ご注目ください。また来週。また来週。